リッチ軍はアメリカ合衆国ユタ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2264人であり、2000年の1961人から15.5%増加した。軍庁所在地はランドルフ市であり、同軍で人口最大の町はガーデンシティである。そこそこの人口がある町は5つに過ぎず、 ユタ州の中でも人口が3番目に少ない軍である。1868年に設立され、軍名は、末日聖徒イエス・キリスト教会の初期指導者の一人、チャールズ・シーリッチにちなんで名付けられた。ベアコとベアコバレーの南半分が、軍の北縁にある。ベア川バレーが、軍東部の大半を占めている。 これらバレエの標高は6000フィートに近く、残り部分はベア川山脈など山岳に覆われている。標高が高いので、冬は寒くて、夏は温暖であり、人口が限られていることになる。立地群となった地域は、1811年に罠漁師のジョセフ・ミラーがベア川を発見したのが、ヨーロッパ人の最初に訪れた機会だったと考えられている。1827年。 ベア湖の南岸で罠漁師の会合が行われ、これが今日まで毎年続く伝統となっている。その会合の地はベア湖州立公園の一部として保存されてもいる。軍内で最初の高級的開拓地は1863年に設立されたラウンドバレーであり、現在のレイクタウンの南西にあったが、現在はゴーストタウンになっている。 軍庁所在地のランドルフは1870年に設立された。立地軍は1868年に設立され、現在の大きさになったのは1872年だった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1086平方マイルであり、この内陸地は1029平方マイル、水域は58平方マイルで、水域率は5.32%である。 ベア川バレーは、ベア川によって作られ、軍の東中部を構成している。ランドルフとウッドラフの町がこの農業中心のバレーに、ある。標高が高いので、州内でも最も寒い地域である。ウッドラフでは低、下肢50度を記録したことがあり、夏でも、めったに、下肢90度を超えることはない。晩秋、冬及び、早春の雪が多く、冬季の間は寝雪になる。 さらに北には、ベアコバレーの南半分があり、ベアコを囲んでいる。この湖は、湖水の透明度を、湖浜及び周囲を取り巻く山岳で有名である。群生端にベア川山脈があり、ローガンキャニオンがガーデンシティの西で開けている。ここはベアコ西岸の一風変わった観光地である。ベアコの南岸には、レイクタウンがある。 この湖の湖岸線のうち三つの部分が、ベア湖州立公園として保存されている。ベア川山脈の東斜面には山小屋があって、その人気が増しつつある。ベア川バレーとベア湖バレーの双方で陶器の温度、逆転現象が大きな問題になっている。この現象によって極端な低温、霧、スモッグ及びもやが発生し、2週間以上も継続することがある。 アメリカ国道89号線が、ベア川山脈から、ローガンキャニオンを抜けて下り、ガーデンシティに北に曲がり、ベア湖岸に沿って、アイバホ州まで走っている。ユタ州道30号線は、ガーデンシティから南に、レイクタウンを通り、東の山岳部を登って、ワイオミング宗教に至る。州道十六号線は、セージクリークジャンクションから南にランドルフとウッドラフを通り、その後に、 ワイオミング州エヴァンストンの北西に入る。州道39号線はウッドラフから西のワサッチ山脈に入り、ハンツビルを抜けてオグデンに至る。しかしこの道路は陶器に積雪が多いために山間部で閉鎖される。南のサミット軍との軍境のすぐ近くに、週間高速道路8十号線が走っているが、リッチ軍にはワイオミング州を経由して、 修道16号線でアクセスすることになる。軍内の詳細以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。